こんにちは、みやたんです。はい、ついにね、この時が来ました。まあね、いろんな方にね、お世話になって、今まで、まあ、YouTube でね、こうやってまあトラックに乗って、ね、トレーラーに乗って頑張ってきたんですけど、今回ね、ちょっとみんなにね、伝えておきたいことがあって、まあ、動画撮ってるんですけど、やめますはい、この度ね、やめることになりました。はい、まあ、いろいろね、いきさつはあるんですけど、どうして今まで頑張ってきたのにやめるのっていうのも踏まえてね、ちょっとね、お話ししていけたらなと思います。はい、ちょっとね、ちょっと喉渇いたんで、ちょっと水分だけちょっと一口飲ませてください。そこ先買った甘い紅茶のラテなんですけど、ちょっと喉カラカラで、美味しい。はい、すいません。で、なんですけども、まずね、まあ、YouTube ずーっとやってて、まあ3ヶ月ぐらい僕毎日投稿ずっと頑張ってきたんですけど、ずーっと3ヶ月ぐらい毎日投稿やって、ものすごい結果を出しました。結果、まあ、分かったのが、まあ YouTube って頑張ったら頑張った分だけ、まあそのお弁当が1個食えるところ2個食べれたり3個食べれたりなるんだなっていうのは、まあ、実感しました。でもやっぱりね、体がやっぱ大事なんで、まあほどほどにというのもあって、僕まあちょっとこの間動画でもちょっとプライベートであげたんですけど、まあ僕病院に通ってて、口腔外科医に通ってまして、顎がね今ダメなんですよ。あんまり開けれないっていうか、そうなんですよ。でまた今週月曜あたりかな、もうまた病院行かないとダメなんですけど、まあこれはストレス疲労からなってるのか、ちょっと年齢から来てるのか、ちょっとそこはちょっと定かではないんですけども、うん、まあいろいろあって、でまあ何が言いたいかというと、この流れで行くとなんか仕事を辞めるんじゃないかなと、YouTube を辞めるんじゃないかなと思った方がほとんどだと思います。申し訳ございません。それ違います。はい。これはね、ちょっと僕の中でもね、ちょっとみんなに申し訳ないなっていう気持ちもちょっとあるんですけど、なんと、ついに、これを言う時が来ました。はい。僕、女装してるんですけども、女装 YouTuber として、まあいろいろね、YouTube を始めたきっかけが女装から始まって、でまあ、女装プラストレーラーっていうことで、まあ当初は伸びて、まあ1000人超えて2000人超えてっていう感じで、まあ結果今に至るんですけども、まあ最近はまあ女装の都がまあ出てこないじゃないですか。最近ね、まあ昔はね、まあ自分で言うのもなんなんですけど、まあそれなりにまだ見れてたんですよ。で、まあ前の会社の方とかも YouTube 見てくれとって、で、ちょっと聞いた話が、最近都やばいよなっていう。昔は綺麗かったのになっていう、それは僕、まあ、YouTube のマネージャーさん女性の方なんですけどもにも言われてて、やっぱり僕40なって、やっぱりちょっと都がちょっとオバハンになってきたなって思って、まあ、個人的にもちょっとオバハンになったかなっていう、都がそうなんですよ。ほんで、まあ、マネージャーに言うてそれを言うたんですよ。もう俺も40超えたしオバハンみたいになってきたし、まあ、女装ってなんか綺麗な子っていっぱい世の中若い子いてるじゃないですか。10代20代の子で40のおっさんが女装してて綺麗かったらいいけど、結構もうオバハンっていうか、そのなってきてるからっていうのを言うたら、オバハンっていうか妖怪やって言われてマネージャーに妖怪って言われましたね。ああ、もう妖怪ゲルゲルゲっていう名前がつきました、僕のねキャラクターがね。そうなんですよ。でこの間もね、ちょっとトラックの交流会の方に行った時も、
まあ、あの髪の毛はね、あの宮子みたいに、まあ、つけてたんですけども、まあ、極力化粧は少なくして、もうスカートを履かずにもうズボンで、まあ、メンズスタイル、クラブのなんかちょっとお兄ちゃんみたいな感じでやってたんですけども、まあちょっとね、まあ長いことね、まあいろいろ宮子宮子って言うてくれてね、みんなありがたいことにあったんですけどもね、YouTube はね、とりあえず、宮子ちゃんは、引退します。はい。今までね、本当にありがとうございました。ちょっとね、あの今、トラックね、違うトラック乗ってるんで、あれなんですよ。その、ウィッグとか持ってないんで、ちょっと、声だけウィッグないんで、宮子のウィッグ最後持っとけよって思うけど、持ってないんで、ちょっと宮子からね、一言。皆さんにご挨拶したいと思います。はい。じゃあ、あの、みやこちゃん、最後、みんなにね、ちょっと、僕の体使っていいから、僕の体に乗り移ってくれて、喋ってくれていいから、みやこちゃん。ちょっとみんなにちょっと挨拶して。はい。はい、皆さん、こんにちは、みやこです。今まで、ずっと動画やってきて、まあ、宮子も年取ったなって自分でも私でも思うんですけど、そうですね、宮子が出た動画っていうのは僕的には、あ、宮田的には面白いかなとか、ネタ的にはありかなって思って今までやってきたんですけど、やっぱりね、気持ち悪いものは気持ち悪いということで、はい、まあ、年齢を重ねてね、妖怪ゲルゲルゲになってきたんですね。で、まあ、YouTube、まあ、イベント、トラックのイベントとかで、まあ、宮子がよく出てきて、イベントはほとんど宮子が、まあ、女装してスカート履いてお化粧して、まあ、そんな感じで出させていただいたんですけど、まあ、次のね、奥いぶきのイベントあるんですけども、その時はね、まあ、宮田は行くと思うんですけど、宮田行くよね。あ、俺は、うん、行く行く、奥いぶきのイベント俺行く行く、俺は参加するよ。で、宮子はそうなんです、 YouTube を引退させていただきます。まあ短い間というか長い間、うん、まあ、YouTube は長いですけど、本当にね、やり始めた当初は、まあ、やり始めた当初から気持ち悪いとか、おっさんとかなんかいろいろ言われてたけど、ある一定のレベル来たらなんか宮子綺麗とか可愛いとか言ってくれるようになって、まあ、正直すごく嬉しかった時期もありました。でも、やっぱり、年齢がね、まあ40とか重なってくるとね、やっぱ普通の女の人でも、やっぱりおばちゃんってになってきて、やっぱ見た目とか結構気にするようになると思うけど、宮子は、まあ男性な、まあ男性なんて、この際ぶっちゃけ、宮子は男性なんで、普通の女の人よりもっと努力しないと、まあ、綺麗にはなれないんですね。うん、で、まあ正直ね、まあ、いろんな YouTuber さん、大手 YouTube、大手というか、大物 YouTuber さんからも、まあ、女装は伸びんよってずっと言われてました。でもやっぱり僕はね、もうその女装とかメイクとかおしゃれとかするのが好きで、まあ、ちょっとやってきたんですけど、やっぱ結果ね、やっぱ数字が、 YouTube の数字がものを言っているなって思って、試しにちょっと前に宮子が動画出したんですけど、そのタイトルっていうか題名が、なんと宮子が出たら再生数下がるねんっていう題名をつけたよな、宮田。あ、つけたつけた。だってほんまに下がるんやもん、宮子出たら再生数が。そう。まあ、そんな感じで、宮子もそれはすごいショックで、うん、もう宮子ももう引退しなきゃと思って。で、まあ、あの、みんながね、ハッピーエンドになるんじゃないかなっていう。やっぱりこう、オカマとか女装とか40のおっさんがやってるよりは、まあ、例えばもっと違うキャラクター、
新しいキャラクターを取り入れて、例えばイケメンで行くとか、イケメンミヤタンで行くとかね、なんかこう妖怪ゲルゲルゲでちょっと面白おかしくそっち系のキャラを作ったりとか、違うバリエーションで YouTube をこれから盛り上げていこうかなって考えてます。で、ミヤコは大好きな人に朗報というか、ミヤコちゃんをずっと、綺麗なミヤコちゃんをずっとこれからも見たいっていう方のために、一つだけミヤコに会える方法を YouTube の見てる皆様にお伝えしておきたいと思います。はい、それはなんと TikTok です。はい、TikTok で天界の姫様ミヤコちゃん、はい、天界の姫様ミヤコちゃんっていうので、TikTok の世界でミヤコは生きてます。はい、で、まあ、毎日あげれるわけではないんですけど、そこでは僕の言ってる YouTube をミヤコが引退する理由っていうのが TikTok の世界ではないんです。なぜなら TikTok の世界っていうのは加工されてるんです。ほぼ何もしなくてもやっぱり若い子向けで撮ったら、まあ、お肌とか、まあ、たるみとかシワとかなんかいろんなあるじゃないですか、細かい、まあ僕あんまりそのシミとかはないですけど、なんかいろんなあれがね、さっとさっと本物の女の子みたいに綺麗になるんです。お顔が全てが綺麗に映ります。美化されるんですよね TikTok は。なんでそこでね、40のおっさんのね、みやこも生きていけるんじゃないかなっていうことで、行き場を失ったみやこ、おばはん妖怪ゲルゲルゲとしてね、 YouTube は引退します。今までありがとうございました。でも TikTok でみやこちゃんはいてるから、もしみやこちゃんに会いたい方は TikTok に遊びに来てください。フォローよろしくお願いいたします。もう今日限りでみやこは YouTube には出ません。で、トラックのイベントにもね、みやこっていうキャラクターは、女装のキャラクターは今後出てきこないです。はい、その代わり違うキャラクターが出てくると思います。それはまたみやたんの方からね、説明あると思うんでよろしくお願いいたします。で、皆様本当にありがとうございました。みやこちゃんでした。またね、この格好で乗り移っていうのもなんやけどね。はい、ということでありがとうございました。TikTok で待ってるね。バイバーイ。じゃあ、みやたん、あとよろしく。あ、OK。ありがとう。お疲れ。今までありがとうな、みやこ。みやたんもありがとうね。じゃあ、じゃあ。はい、お待たせしました。っていう感じの流れです。ちょっと長々となりましたが、まあ、いつかね、言おうかなと思ってたんですけども、まあ、YouTube ね、とりあえずみやこちゃん引退ということでね、何回も同じこと言わんでってね、ほんまにマジで、はい、そうです。で、まあこれからね、女装抜きで、YouTube の方はやっていきたいと思いますので、再生数も上がると思います。みやこには悪いけどね、そうです。男の子キャラクターでいきたいと思います。で、あとキャラクターなんですけども、今後ね、みやたんが、まあ、いろんなキャラクターにこう化けていくと思うんで、あ、これいいな、あれいいな、みやたんそのキャラクターめっちゃええやんって、それで生きようとか、私これがええなとかね、まあ賛否両論あると思うんですけど、これからね、まあ僕っていろいろ声も変えれるし、いろんなキャラクターになりきったりとか、昔やってたんですよ。汚い顔してなんかウサギとかなんか、いろいろね、やってたんで、まあどれが一番ね、あのイベントとかね、会社のイベントとか行った時に盛り上がったり、みんなが喜んでもらえたり、お子様にね喜んでもらえるようなキャラクター、愛されるキャラクターになるか、僕も手探りね、これからもね探していきます。まあ、ちょっと顎痛めてますけども、まあ顎も治療しつつ、 YouTube 最近毎日は上げれてないんですけど、もしね皆さんがこういうね、まあおしゃべりトーク、雑談トークっていうんであれば、僕毎日あげます。毎日あげれる自信はあります。はい、ただやっぱり走行動画だったり、
まあ、会社でしかバックできないというのもあるんですけども、荷主さんでちょっとバックできないんで、まあ、バック動画やったら会社帰った時で晴れてる時、まあ、あとは走行動画、まあ、それは毎日っていうわけにはやっぱちょっといかなくて、まあ、僕も、まあ、新人さんの横乗りやってる時もあるし、かといってまあ違うトラックで今日みたいにね、仕事してる時もあるし、だからいろんなね出来事があるんで、その中で YouTube をなるべくね、アップしていこうかなって努力はしていますんで、今後ともよろしくお願いいたします。宮田チャンネル、そして、サブチャンネルの方で、まあ、バイクが好きだなっていう方はですね、サブチャンネル宮田サブチャンネルの方もね、もう ぜひぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最近390何人になって、もうじき400人になります。本当にありがとうございます。ブンブン、はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではね、今日のお話はこれで終わりたいと思います。はい、寂しい宮子おれへんの寂しい。まあ、でも TikTok 行ったらね、また宮子出てきてくれると思うんで、またね美化された綺麗な宮子でね、いつまでも綺麗な宮子 TikTok でねお楽しみください。はい、で本日はねちょっと長々とお話ししちゃいましたけども、この辺で終わりたいと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょう。宮田でした。またね。バイバイ。じゃあねー。